国連総会の委員会は18日、北朝鮮に拉致問題を含めた人権状況の改善を求める決議案を過去最多の賛成で採択しました。北朝鮮は激しく反発しています。日本や EU 諸国など52カ国が提案した決議案は、拉致被害者の即時帰国を保障し、透明性ある形で早急に解決することなどを北朝鮮に強く求めています。特定の国を名指しで批判することに反対する意見も多く出ましたが、決議案は結局賛成103、反対18、棄権60と過去最多の賛成票を得て採択されました。